ありがとうございました。無事か。なんじゃ兄貴、蘇我血相変えて。ママたちは？いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが、一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東条会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレドにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ、まだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたは思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組って？お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。
そっとるか。外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？登場会が遥たちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？ユータです。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないっすけど。ああ、そういや春人が物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。また遥たちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それに遥ちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。わかった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやっさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。ありがとうございました。でかい面してあるじゃんな。はぁ、え、あの子行きやがって。なるほどな、これがカムロ町ですか。はあ。タバコはいけんど、田頭。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀ようしとけ。のう兄貴。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院行く。なんじゃ桐生の兄貴、わしら東京まで来て留守番ですかい？余計なことを言うなよ高志ら。桐生の兄貴はの、
これから何年ぶりかでハルカちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな。ナグモ、恩に切る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。初乗り料金7円。かしこまりました。それでは出発いたします。兄貴、おじさん、あの、俺少し出てますから。いや、いいんだ、お前もいてくれ。目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりやしねえ。おじさん、ごめんなさい。秋山、おかえりなさい、キリュウさん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に遥ちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どうか、いい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と東条会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を転々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの？いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。だが必ず何とかする。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるようにな。え、あ、いや、でもそれはハルカちゃんがもし望むならの話で。ユータ君。え、なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、キリュウさん、俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴。一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？ソミアだ。
桐生だ。染めよ、今話せるか。ええ、四代目は今どちらで。のんびり話してる暇はねえ。岩見恒夫と菅井の居所を教えろ。あいにく岩見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。待ってください。どういうことです？菅井と会う気ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。岩見恒夫は四代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら四代目、あんたまさか菅井と岩見恒夫を殺す気なんじゃ。驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしてもあんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎやしない。逃げられるのがオチです。そうか、分かった。兄貴。ユータ、お前らの助けがいる。え？ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。え、あ、わかりました。お前は遥たちを頼めるか？それはないでしょう、キリュウさん。ん？カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか？遥ちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスを株の町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ。桐生さん、まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。はあ、ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。え？必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは？俺ももちろん帰ってくる。はるか、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私の遥かっていう字と裕太君の
優っていう字。うん。それで春人って読むの。そうか、優太の優か。あの優太くんはいい人だよ。ああ、分かってる分かってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん、ん？無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、ハルカ。ありがとうございました。ユータに聞きました。登場会の菅井に殴り込みちゃー言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩東京門に味合わせちゃりますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。
ども。四代目とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だが、お前らの案内は無用だ。そこをどけ！動くなよ、キリュー！やるぜ！うわっ！向かいましょう。